ようこそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ、今日はですね、コンビニとかで売ってる惣菜とかあるじゃないですか。はい。あれに一手間加えることによって、より美味しく、よりヘルシーになるコンビニちょい足しグルメを紹介したいと思います。あー、一時期ねテレビとかで流行ってましたね。そういうのに、はい、本当やることなくて、はい、そういうのやっていこうかなって思いました。全部いますね。はい、そうなんです。育てるのがないんでね。はい。ネギですね。あ、なるほど。小石田農園の安定して提供できる食材、はい、ネギを使って、コンビニでスモークタンあるじゃないですか。はいはい。あれにネギを使って、スモークタンのネギのごま油和えすることで、よりヘルシーに美味しくなるんで、それを紹介したいと思います。それじゃあレッツ農業。やさしくネギ、はい、もう毎度おなじみっすよね。毎度ですね、ほんとね。うちネギ農家だ気がしてきましたね。何度も見てますね、この絵。いきますよ。短かったですね、思ったより。ネギ、私が収穫しました。このネギ持ってクッキングしたいと思います。それじゃあクッキングスタジオへレッツゴー。ご陽気。ネギパーティー、やってきました。小石田クッキングスタジオ、早速このネギを使ってやっていきたいと思いますけど、こちらですね、今日使うのはスモークタン。はいはいはい。ローソンのスモークタンですかね、まあ、コンビニいろんなとこあると思いますけど、これをネギを使って、あとごま油でやることでね、ネギタン塩みたいになるイメージ。いわゆるネギ、はい、タンとは絶対合いますもんね。そうですね、間違いはないでしょうね。間違いがないんで、早速やっていきたいと思います。はい。それじゃあレッツクッキング。洗います。やっとけよ。笑顔でごまかせなかった。いつも通りね。いつも通り洗うところから、洗うところから、もう本当にね、お届けしますから。下処理はやっといていいんですよ別に。あ、そうなんですか。そんな老夫婦の旦那さんみたいな、ああそうですかみたいな。熟練のね、取れたてのね、うまさっていうのはもうね、証明済みですか。うん、このままカットして、もう簡単ですよこれは。めっちゃもう、まずですね、スモークタン、箸いらなくないですか。もっと丁寧にやるとしたんですけど、滑ってきましたもんね今。さらにぶちまきます。大体のもう最悪なんで、この上でもよかったですか。なるほどなるほど。わざわざ皿出したくないっていうパターンはそれでもいいと。パターンはその時はその時、ちょっと食ってみますね。いただきます。あー、おいしい。まあ、だけどもってことですよね。だけども、これでも美味しいんですけど、やっぱ野菜とかと一緒に、ね、食べた方が絶対ヘルシーですし、美味しくなるんで。まずこの白い部分ですね、カットします。たっぷりいきましょうね、ネギ大好きなんで。丸ごと1本いっちゃうか。あら、ネギだく。ネギだく、あら贅沢ですね。あら贅沢。1本、これもうかけます。ただあ、もうここに、はい、もう直接もう簡単ですよ。なんかこれ遠巻きで見ると、ほんとネギタン塩、ね、お店で出てきた。そうですよ。いや美味しそう。焼きたくなりますね、ちょっと。焼肉したい感じ。こっちもいっちゃう。もういい、そこちゃん、ま、緑の部分もね、ちょっとアクセントで
ほら見てこれもうこのみずみずしさすごい。あ、そしてなんか切り方が綺麗ですね。ほらもういいでしょ。ああいいね、料理男子って感じですね。ああいいでしょ、はい、モテますかねこれ。モテるんじゃないですか、こんだけ料理できたら。あ、嬉しい、はい、彼女募集中ですね僕のコリコになってくださいあ、全然終えてない時に言っちゃったあ、もうほらアロエ状態これ。本当だ、これもなんかすごそうだから入れときましょう体にめっちゃ良さそうじゃないこれネギのトゥルントゥルン、トゥルントゥルン、あんまね、これはだから本当に八百屋さんとかスーパーのネギじゃ味わえないですね。じゃ無理ですね、取れたてじゃないと無理なんで。でこれにですね、小さじ1杯のごま油、はいはいはい、入れます。これで完璧でしょうね。ごま油間違いないですからね。あ、いいですね。2食分単入れたんで2杯にしておきます。ごま油もね、何ぼい何ばってもいいですから味ぽんね、はい、これマイルド優しい味わい、まあ、何でもいいですけど、これも2杯、小さじ2杯いっておきましょうか。あー、うまそう。もおで、はい、この緑も入れてね、上から。あー、すごい。はい、いいじゃないですか。で、これで、はい、スモークタンのネギごま油あえ完成です。おー、美味しそうでしょ。うまそうですね。これはいい、簡単。じゃあ早速こちらのスモークタンいただきたいと思います。ネギとね、一緒に絡めて。ああ、いいですね。火使わないともいいですね。楽ですよね、うん、もうすぐさ、やっぱ一個手間かけることでね、できる人感出ますよねいただきます。あ、ボーノです。風味が変わりますね。やっぱネギとごま油とポン酢複雑に絡み合って、あ、美味しい。お酒に合う。もうちょいごま油って。あ、なるほど。お好みでね、大さじとかで測ったけど雑にまたぶち込むと。そうです、もう感覚です。感覚、感覚ですね。自分のね、好きな味に仕上げるの。甘、あ、これにごまとかかけてもいいかな。あー、なるほど。アレンジの仕様がいくらでもあるんですね。そうです、そうです、そうです。創作ですね、創作、クリエイティブ料理ってよく言ったもんでやっぱごまやるとほら見た目もめっちゃ良くなるでしょ。あ、いいですね。あ、高いところからどうですか。あ、いいですね、いいですね、いいですね。はじくだろ、高いところやったらまた一つ風味が増えるからいいんじゃない。これ、あ、うまい。ちょいたしグルメブラボー。コンビニのスモークタンにネギとごま油とポン酢でこんなにも料理感が出ます。じゃあぜひ試してください。お酒とかにも合うんで、手間かからず美味しくなるんで、ぜひ皆さんもちょいたしやってみてください。よかったらね、皆さんのおすすめのちょい足しメニューもコメントにくれたら今後やってきますんで、よろしくお願いしますそういうの覚えたんですねそうです、この相互関係、はいはい、皆さんで作っていきましょう。 OK トレンディ大成功です。ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。